味噌汁に入れるお豆腐は切れた？ユミ、どうかしたの？いえ、何でもありません。そう。でも、何でもない人はお豆腐とスポンジを間違えて切ったりしないわ。え？何か悩みでもあるの？わしでよければ聞くけど。少しおじい様のことを考えていました。黒影様のことを？悪の存在しない世界を作ること、それがおじい様の悲願であり、私たちの悲願でもあります。善だけの世界になれば悪に苦しむ人たちはいなくなる。おじい様の言葉はわしもよく覚えてる。しかしそれは悪を倒せば済むという簡単な話ではありません。どういうことです？半蔵学院の生徒を調べてみて分かったのですが、どうやら彼女たちは善人でありながら悪人と付き合いがあるらしいのです。善人と悪人が交わるとは。私は改めて思うのです。悪は善をも蝕む恐ろしい存在だと。確かにそうですね。だから私たちはもっと強くならなくてはいけない。どんな強大な悪にも負けないように。なるほど、おっしゃることはもっともです。となればわしたちにできるのは己を鍛えるのみ。考えていたらじっとしていられなくなりました。夜桜さん、手合わせをお願いできますか？もちろんです。では参ります。うん、鎮魂の夢に沈みましょう。
沈みましょう。いざ鎮魂の夢に参り、心から助けてやる。いただきます。わしのパンじゃ。命だけ。そうそう、見くびっていました。おめえも粉々にしてやる。やります。忍び転身。セーフに出発。気分が高まってきました。目的は果たしました。さすがはわしらのリーダーです。見事な強さです。いえ、夜桜さんこそさすがでした。いやいや、さすがなのはリーダーです。とんでもない、さすがなのは夜桜さんです。いや、リーダーじゃ。いえ、夜桜さんです。どっちでもいいって。そんなことより超お腹減ったんだけど。え、二人で盛り上がるのはいいが、我らの胃袋事情を忘れてもらっては困る。もうお腹と背中がくっついちゃうよ。わしとしたことが。ごめんなさい、今からすぐ作ります。もうカップラーメンでいいって。みどりはポテチで済ましちゃうよ。これというのも原因は悪、やはり悪を許すことは絶対にできません。てかさ、何でもかんでも悪のせいにすればいいってもんじゃないし。最高評価をいただき、至極光栄に存じます。忍びの極みに一歩近づきました。ここが半蔵学院ですね。しかし、こうも簡単に侵入できるとは。前任の学校のくせにセキュリティが甘いようですね。残念。そんなことありません。あなたたちが侵入したのはちゃんと気づいたもんね。威張って言うほどのことではありません。別に気配を消していたわけではないので。あなたは忍びみたいだけど、半蔵学院に何の用？私の名はユミ、私塾月仙女学館を束ねております。私はアスカ、半蔵学院の選抜チームの一員だよ。アスカさん、今日は半蔵学院に学園祭を申し込みに来ました。え、学園祭？
そんなに構えなくても結構ですよ。今日はあくまでご挨拶に伺ったまでですから。なんじゃつまらんの、出し惜しみはいかんぞ。出し惜しみは、この声はちっちゃう。とうとう始まるんじゃな、史上初同じ善人同士の戦いが。姿を見せなさい、この変態老人。変態老人、ひどい言い方だけど事実だから返す言葉がないよ。ユミちゃん、そんなにわしの姿が見たいか。どうやらわしの魅力にメロメロのようじゃの。ふざけないでください。そうだよ、じっちゃん、ふざけすぎだよ。アスカさん、私に同調しないでください。別に同調したわけじゃなくて、思ったことを言ったまでだよ。わしがユミちゃんの前に姿を現すのは、この間の決着をつける時じゃ。その方がドラマチックでいいじゃろ。なるほど、それならばグズグズしている暇はありません。皆さん、半蔵学院とは今ここで白黒つけることにします。はーい、祈りいっぱいいっぱい暴れちゃおう。え、あんなちっちゃい子が忍びなの？どう見ても子供みたいなのに。失礼な、祈り子供じゃないもん。だってわさびとか少し舐められるし、ブラックコーヒーだって飲めるもん。ブラックコーヒー飲めるの？うん、お砂糖とミルクをいっぱい入れればね。お砂糖とミルクを入れればひばりだって飲めるよ。だいたいそんなのブラックコーヒーじゃないし。やっぱり子供みたい。同じレベルになってるぞ。だったらどっちが子供か戦って決めようよ。いいよ、望むところだよ。ひばりちゃん、泣いても許さないんだから。Ah!
ノリの方が強いから大人だね。ひばりちゃんはこっとも。負けは負けだから、ひばりの方が子供って認めるよ。でも本当の大人っていうのは強いだけじゃないと思うの。え、大人って強いだけじゃないの？うん、ひばりはそう思う。そうだね、言われてみたらそうかも。それじゃあ本当の大人って何なんだろう？それはひばりにもわからないけど。大人か、大人か。うん、みのり、これ宿題にするよ。そうだね、ひばりも宿題にする。それじゃあね、ひばりちゃん、今度会った